どうも、枝豆です。今回はね、この、っていう音ですね。気になってる方結構いると思うんで、やり方解説していこうと思います。この技めちゃくちゃ簡単なので、この動画を見終わった後はもう皆さんできてると思います。ということで、やっていきましょう。ステップ1、まずはケースネアをできるようにしましょう。そして、ステップ2、ケースネアを伸ばします。そして、ステップ3、ケースネアを打った直後に歯を閉じて、まあ、右頬、左頬、どっちでもいいんですけど、ケースネアを鳴らしてる側を使ってですね、道をめちゃめちゃ狭めていきます。完成。この技のコツっていうのは、ケースネアを鳴らす時に使う空気の道っていうのを極限まで狭めるっていう、それだけでございます。これはね、一回やってみれば、スッてできるようになると思います。まあ、できなかった方も安心してください。何回かやってるうちにマジですぐできるようになると思います。はい。ということで、今回の動画は以上でございます。じゃあね。